津川狐の嫁入り行列津川狐の嫁入り行列遠藤狐の嫁入り行列は新潟県東貫原郡に阿賀町津川地区で毎年5月3日に開催される祭りである津川地区のシンボルとしてそびえ立つキリン山にはかつて狐が住んでおり戦国時代には津川城が置かれていたが狐霊城とも呼ばれるほどの険しい山であったこの山には古くから 狐火と呼ばれる光が見られた。現在はほとんど見られなくなったが、津川の狐火は出現率が世界一とも言われ、キリンさん山及び狐火にまつわる数多くの話がある。この中で狐の嫁入り行列という言い伝えがあった。かつてこの地域の嫁入りは夕方から夜にかけて行われたため、超人を下げて嫁入り先に行列していった。 この行列がキリン山の峠を越えていく際に、包み島の明かりと狐火が並行して見えたりしたことからこの言い伝えが生まれた。こうした言い伝えや民話を下地とし、1989年に新潟県が企画したデスティネーションキャンペーンに乗って1990年5月3日に第1回が開催された。以降、その幻想的な祭りの構成に注目が集まり、現在では、 津川地区の人口5000人に対し、5万人にも及ぶ観光客が訪れるようになっている。江戸時代の嫁入りを再現したもので、遊国津川地区の住吉神社を出発点とし、狐に扮した花嫁とな行動及び音も合わせて108人の行列が町内を通る合図街道を練り歩く。ユニークな狐の動作を織り混ぜながら歩き、行列が小休止の際には、 保育園児が噴した小狐によるお祝いの踊りが繰り広げられる。やがて行列が麒麟山六の常波川に架か,かる城山橋に到着すると橋の上で花嫁と花婿が出会う。花婿を迎えた行列は川の中に特設された水上ステージにて結婚式、披露宴を取り行う。披露宴が終了すると花嫁と花婿は渡し船に乗って川を渡る。 やがて霞がかったキリンさんに二人が消え、山にはキツネビが灯ってゆく。第一回目はキツネのお面をつけて行列を行ったが、特に被没後は歩きにくかったため、第二回目以降は参加者にキツネの顔を肩切ったメイクを施し、行列を運行することになった。このメイクは当日、行列本体以外の観光客にもキツネのメイクが施される。また、 津川駅の駅員や津川インターチェンジの料金所職員、果ては祭り警備にあたる警察官、機動隊員にまでメイクが施され、町内中が狐顔に染まる。化粧や仮面、衣装の一部で動物を表現する祭り、獅子舞は本項目の対象外。ありがとうございます。